右サイドに流れている大迫から低いボールが入った、裏に抜けてきた山口ホタルの前っていうのも一つかもしれないですね。大迫がさすがのキープ力ですね。まあ、大迫選手今うまいですよね。そしてゆるきに入る、いいのは斜め、ゆるきはファーサイドに上がってくる佐々木、ヘディング、大迫が前を向く、裏に抜けてくる、いいのシュート、ナイスキーパー。さて前からプレスに行って大迫が前を向く、もう一度右サイド、いいのクロス、大迫に合わない、大迫のヘディング、ここも勝って繋いだ。